マルゲリータさん、今日卒業式でした。ああ、そっか、1日か。おめでとうございます。おめでたいね。卒業って本当、卒業式の思い出ありますか皆さん。ないでしょ、どうせ。お前は。あるよ。ないだろ、どう卒業式の思い出なんて。俺、あるもん。いや、あるなんか。あるよ、いっぱい。そりゃ、運の思い出に残るのいっぱいあるだろ、そんなの。何があんの俺、高校の卒業式の日に、みんな黒いスーツだったのよ。卒業式の黒いスーツで着てた。私服高校ね。そう。一人だけ、すごい明るいグレーのスーツで着てた人がいて、しかもなんかこう、ちょっとオーバーサイズとか、このちょっと大きい感じだったのよね。自分の体よりも。はいはいはい。そいつが先頭になって、俺たち4人でこうやったら、やばいじゃん。総理大臣を警護してる SP になっちゃって、周り4人こうやって、こうやって、そいつ真ん中。真ん中でこうやってる写真を、いいな、卒業式の日に撮ったっていう、楽しいね。そういうの面白いよね。それ思い出。面白い面白い。そう、懐かしい。山ちゃんなんかありますか、卒業式の思い出。俺ね、いくつかあるんだけどね、あんまりその面白い系のはなくて、俺、あの感動系みたいな。感動系というか、俺小学校の時にね、その卒業式の後終わって、そのタイミングでその辞めちゃう先生がいたのよ。若い女の先生だったんだけど。で、その先生って辞めちゃう先生と同い年ぐらいの女の先生がいて、辞めちゃう方の先生に向かって、その残る先生がね、なんかあのお別れの、って言って、チューバを吹いて、その卒業式が終わって、何人かで教室に行ってよ。で、俺らここの教室にいて、その先生と一緒にいて、その中庭を挟んだ向こうの教室の、ここの教室にそのいなくなっちゃう先生がいるのよ。で、こっちにいる先生が、その名前呼んで、開けてとか言って。ドラマチック。これまでありがとうみたいな。いいね。で、チューバ吹き始めて、もう誰より、誰よりも俺らがもう、うわーって泣いて。いや、すごいじゃん、それ。すごいね。なんか覚えてるな。そういうのもあるからいいよね。見てる皆さんもあると思いますよ、そう、卒業式、ね、あるよね、ドラマあるよね、ドラマあるよ、本当に。恋愛とかもそうですさ、友達がもう別れちゃうみたいなね、離れ離れみたいな、お世話になった先生だとかさ、あるよね。だからもうこの田舎を出る的なね、大学東京だからみたいな、はい、あるじゃない、ね、そう、地元離れるみたいなね、いろいろ動くときだよね。ね。